ご苦労だった斉藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。ふん、お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。奉行だ、奉行だ。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斉藤はじめが捕らえた。大貴殿がご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斉藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろう。いいや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動公から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと。なぜそんなことを。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道公が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動公にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば陽動公は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとっても。バカな。それじゃ俺がしたことは。
なあ、あんた、なんや、ケチ。お前ら。どうかしら。しません。いらっしゃい。いい味だ。毎度おおきに。どうもおおきに。そこのお客さん、これとか安くなってますよ。どうです？
はあ。何？え？いや。いえ。はあ。え？はじめさん、また飲んできはったん？ちょっと、もう気ぃつけてや。なんやあれ。中岡だ、入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かっているはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや。ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ。